前回は岩見沢市クリスアのクリスアスケートパークダンプチャレンジの模様をお送りしましたが、クリスアのパークを滑り終わった後、車で移動して千歳へ向かった先はメムシ公園のスケートパークです。こちらのスケートパークはサーフィンの帰りに時々滑りに行くスケートパークでありますが、特徴的なのが高さ2メートル近くのダンプです。今回はボトムパンピングでの滑りであります。では早速滑っていきます。今回のスケートパーク、メムシ公園スケートパークは千歳市弥生のメムシ公園内にあり、場内にはパークホース場もあり、バーベキューもできます。セクションもミニダンプのほか、ボックス、R、フラットバンク、レール等があります。受付を済ませての早速ミニダンプへ。ダンプのサイズは高さ190センチと高めとなっております。高さも合うので今回はボトムパンピングのみのチャレンジです。今回訪れたメムシ公園スケートパークでのダンプチャレンジの模様をお送りしましたが、ダンプを含めたセクションも充実しており、バーベキューを楽しみながらのスケートで過ごすのも良さそうです。
ターンは再三チャレンジしてできずじまいでありましたが、今季残り1ヶ月間、様々なパークへ向かいますので、今後もよろしくです。